皆さんこんばんは。こんばんは。社長今日は、はい、重大発表があるということで。重大発表をいたします。はい、重大発表。はい、はいはい、先日村上と吉田の方からちょっと若干紹介の方ありましたけど、はい、あ、はい、あれですか、こちら、はい、新型ハスラー、はい、いよいよデビュー間近ということで、はい、本日より予約を開始します。先行予約ですね。はい、先行予約ですね。先行予約です。おなじみの、はい、そうですね、はい、先日の動画以降、まあ、ご来店いただいたお客様からも、はい、まあ、結局いつなのということでだいぶお声いただいておりまして、その中でもやっぱり、まあ、4,5 人ぐらいはですね、もうすぐ買うからちょっといつになったらよく始めるんだろうっていうお声いただいてましたので、はい、満を持して、はい、今日からやりましょう。やりましょう。はい、まあ、ほとんどの方は車ってやっぱり高いお買い物ですから、そうですね、まあ、はい、乗って実際に現車見てだと思うんですけれども、はい、やはりこうすでに今ハスラーにお乗りのお客、まあ、お買い替えのお客様とか、はい、あるいは今回このデザインにこうビビッときたお客様ですね、はい、決め打ちということで、はい、もうこれは絶対に逃せないというお客様の先行予約をぜひ、ね、はい、ご利用いただきたいなと思っております。はい、まあ、先日もちょっと我々2人で紹介させていただいたんですけども、はい、あくまでちょっとこれを見ながらだったんですけども、まあ、実際社長東京モーターショーで、はいはい、電車見られて、はい、どんな感じというか、やっぱり一番は、はい、あの鈴木初の9インチ並みですよ。そうですね、はい、そうですね、これがちょっとでかいですね。はい、はい、まあ、お値段はねちょっと気になるところですけど、はい、ただ風の噂では、はい、まあ、全方位ナビ、モニターカメラ付きの、はい、9インチナビが装着して、はい、まあ、うん、結構リーズナブルで、で、っていう噂ですね。っていう噂ですね。っていう噂ですね。もしかすると全然リーズナブルじゃないかもしれません。はい、そうですね。噂が、噂があって、やっぱりあのメーカーオプションということですね。はい、あのアンテナなんかもあのスマートに作り込まれてまして、はい、そうです。はい、そうです。で、今回のですね、あのハスラーは、はい、前あの先代のハスラーと違うのが、はい、リアのクォーターパネルの上にですね、はい、はめ殺しの窓が追加になってます、はい、こちらはあの旧型のハスラーなんですけどね、はい、旧型のハスラーは、リアのですね、これなんでしょう、はい、こちらにこう、ね、上下できないガラスのはめ殺しの窓があるんですけど、はい、この後ろにもう一つ、ね、そうですね、よく見ると、はい、はい、ガラスがございまして、はい、この中に埋め込み式のアンテナが装着されてるっていうことですね。はい、なるほどですね。はい、まあ、生産時からなので、はい、そうですね、見えないように作っていきますから、はいはい、そこあたりスマートにね、出来上がってますので、やっぱそういうパッケージがありそうですね。はい、そうですね、まあ、そうですね、あの、他の人も、全方位モニター用カメラパッケージなどと書いてますので、あ、まあ、ちょっとそれはそうですね、入っているところで、はい、まあ、やはりパッケージの方が一般的にはちょっとお得な価格に設定されていることが多いですので、はい。はい、あと通常やっぱりそういうパッケージ車っていうのが結構こう台数も出ますので、うん、そうですね、まあ、軒的な、まあ、生産スケジュールも多分そっちに、はい、まあ、初期生産はその9インチナビをまず優先的にやるだろうという、だろうという、うん、そうですね、話をちらっと耳にいたしました。はい、はい、あの、そう、楽しめるところですね。はい、はい、ところですね。あとはまあやはり多彩なボディカラー、そうですね、ですね、11色ですね、はい、11色、はい、ございます。なかなか新色から、はい、なんかちょっと見覚えのある復活したような色がありますけども、はい、試乗車どれ入れましょうか。はい、一応はですね、はい、あの11色全色、はい、全色希望はですね、希望は、はい、希望は、でもそれぐらいの勢いでですね、はい、あのメーカーの方には、ガツンと、はい、ちょっとお話ししておりますので、はいはい、まずは SWK に行けば、はい、どのぐらいでも全色見れると、はい、車もあの次々に試乗がお待ちいただかなくて、はい、試乗ができると、はい、あのそういう年末年始に、そういう年末年始じゃないか、はい、そばは来年ですから、はい、というところで、整えていきたいと思っております。はいはいはい、もう一番最初のハスラー出た時なんかまさにそうだったからですね。そうですね、他のディーラーさんに行ってもハスラーがないと、はい、ただ当社に来るとものすごい数のハスラーがあると、はい、まあ、もちろんお客様の契約の車もありまして、色を見るという意味でもですね、足を運んでいただけると、はい、たくさんの情報を仕入れていただけるのではないかなと思いますので、今回もその備えを、はい、そうです、はい、やっていっております、うん、はい、そしてお客様の手元にいち早く車が来るために先行予約を開始するということで、まあ、ジムリーなんかですね、特に1年ぐらい今日お待たせしておりますけれども、はい、こう横から見るとちょっと似てるところもあったりしますし、特にこういった、はい、来る書きは、ね、見た感
感じも、まあ、コンセプトとしてもやっぱりこう、アウトドアではないんですけど、はい、そちらの方になってますので、まあ、こういう形 で、うん、でしかも、まあ、ジムニーより燃費はもちろんそうですね、そうですね、価格も、はい、タイムもお伝えしてますし、はい、まあ、大注目の車両になっておりますので、まずはちょっと気になるという方は、まあ、お気軽にご連絡いただければと思います。はい、また予想としてはですね、はい、一段と女性のお客様がなんか増えるんじゃないかなと、なんとなくね。で、今のジムにもそうなんですけど、まあ、男性、まあ、男性の少なからずとも、まあ、私の男性のから言えばですね、カクカクしてるじゃないですか、はい、なので結構男っぽい、ジムになんか生まれ変わった気がしてたんですけど、そうですね、おそらく多分男性の大半はそう思ったと思うんですけど、実際ですね、女性のユーザーさんが増えてます。増えてますね。そうですね、はい、前の、ジムニーとはちょっとお客さんの層が変わってますね、はい、ですから、まあ、女性のっていうのはこういったやっぱ今回またさらにこうカクカクなったデザインになってますので、はい、さらにまた女性の、ね、お客様が、以前の先代のハスラーに輪をかけて増えるんじゃなかろうかという、はい、私は予測します。はい、スクエア型のデザインがどっちに触れるのかというところがありますけれども、ねはいはい、ぜひぜひ試乗車が11台入るのか、はい、非常に楽しみなところでございますが、まあ、入った暁にはそれはもうまた YouTube でどんどんそうですね、はいはい、取り次は SWK から情報発信をしていきたいと思います、はいはい、こういったのはインスピレーションですから、ビビッときましょう、ビビッときて、はい、東京モーターショーに行った時にビビッときたんで、はい、あ、これはある女性だと、はい、女性もですね、まずあの価格の話じゃなくて、はい、もうこれを車買いに来ました。あ、そこなんで、そうですね、形ですよ、うん、女性がメーカーから飛び込んでくるので、はい、装備とかどうでもいいんですよ。いや、それちょっとまあちょっと言い過ぎたところありましたけどね、はいはい、まあ、そういうね、本当、期待を、はい、期待ができる車がですね、そうですね、お作りになりますので、はいはい、ぜひまずは先行予約ということで、はい、まずはちょっといろいろ気軽なご相談からいただければと思っておりますので、はいはい、まあ、ちょっと情報はなかなかないところはありますけれども、はい、ただもうこの車決めたと、いち早く欲しいというお客様は先行ご予約、はい、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日はこの辺でお別れです。さよなら。